は下にする。皆さんこんばんは。で前髪どうしよう、右に流すか普通にいつも通り巻くか左に流すか、ちょっとさどうしよう、いつも通り巻くか、マジで前髪が決まらなくてさどうしようかしら。皆さんこんばんは、こんばんはでございます。よいしょ、大事なものを。どうする、前髪、髪どうしようかね。よいしょ、髪切ろうかな、もっとショートに。頑張れ、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいよね、皆様お待ちください。今前髪を悩んでいるところです。まあ一回いつも通りで、なんか変化ないなと思って、せっかくやしさなんか変化をつけたいところではある。たまげた、ありがとうございます。早速だよ、ほんとどうする、ありがとうレタさん、パフェパフェパフェ。なんか私今日の私の中途半端なメイクと髪が、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくれ、これを巻けばいいんだね、これを巻こう。じゃあここか、ここかな、これを巻けばいいんだね。オッケー。こうしてここを巻こう。ちょっと全然終わってないじゃんメイクが。よいしょ。よいしょ。今日はもうパッツンでいくか、パッツンを水着で。こっちをじゃあストレートにしようかな。よし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 、これでいこう。じゃあよいしょ、あっちゅっ、今日は冷房をつけてます、もう暑いから。このトトロさんが暑いので冷房、今年初冷房です。あれ、ヒートテックが見えてる。こんばんは皆さん、ちょっとお待ちください。よし、よいしょ、よし、あれやっぱ跳ねてるね、ここ。こいつが跳ねておる。こっちに巻けばいいか。うん、いい感じ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。よし、これでいいんじゃないかな。よし、でこれでスプレーをしようかな。みんなに前髪どうしたらいいですかって聞こうと思ったんやけど、結局自分で決めてしまった。完全にもうこれでいいかとか言って、アンケート取ろうかなとか思ったんだけど、何もアンケート取る前に勝手に決めちゃった自分で。よし、オッケー。じゃあこれで前髪を固めたいと思います。
パッツンだ。パッツンデイです。今日はパッツンデイ、パッツンデイ、パッツンデイ。目をつぶらないとかかっちゃうから。虹ありがとうございます。虹いただきました。虹今日はいつもとメイクがね違うんですけど、わかる人いる？わかんないかな。今日はいつもとメイクが違います。なぜかというと、今日はオレンジメイクです。いつもはピン、真っピンクっていうかピンクなんですよ普段は。アイシャドウとか、今日はオレンジアイシャドウです。オレンジアイシャドウ、よいしょ。目つぶったらわかるかな。オレンジ、今日はねアイシャドウがオレンジなんです。イエーイ。前髪セット。ありがとう、にじさん。前髪がバッチリうまくいきました。上手。それは上手。優勝ありがとう、ふなさん。完璧になりました。チーク薄いですかね、ちょっとだけ。そうでもないですか。今日は隣のおみずき、最近チーク薄い。マジそれはやばい。パーカー、パーカーマジ熱いよ。パーカーとかトトロなんですけど隣のトトロ、トトロ、よいしょ、トトロ、トトロ、見えない。トトロさんが、トトロさんが見えない。トトロさんですちょっと待ってね。いた、座り方が良くない。こうして、こうして、ほら、トトロガオー。トトロはガオーって言わないか。隣のお水木、隣のトトロ、トトロ。このオレンジっぽいところをつけようかね。今日はオレンジメイクなんで。トトロ、トトロ、トトゥトゥルル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 かわち？かわちですか？完璧です。暑いです。とってもめちゃくちゃ暑い。そりゃそうよ。またことした。はい、完成です。お昼は2、3分オーバーだと、あ、本当ちょぴっと OK です。ありがとう、大好きさん。よいしょー。めいちゃん、まつけたばれしゅうすごかった。あ、マジで？FC 東京勝った。ぬいぐるみだと背中にファスナーで、トロさんは前ボタン。そうだよ、前にあるボタン、前ボタンでございます。トトロかわいいですね。ありがとう、めっちゃかわいい。もありがとうございます。いい、かわいい、いいありがとうございます。あら、かわいい、かわいいって嬉しい。かわちいすぎて、ほんとよすいません昨日大丈夫部屋のお昼茶されたのでした。あ、最終学の時間中されることほんとよかった。なんか全然分かってなくて。いいね、ありがとう、レタさん。いいね、
いいね。ちょっと暑くてさ、今ちょっと汗汗してる。ちょっと待ってよ。なったら長崎に返してあげますよ。本当にいいんですか？今日も一番可愛い。ありがとう。トトロミズキでございます。こんばんは。100人お祝いしようとか言ってたら104人になってるんですけど、水木牛。やば。ちょっと下げるね、エアコン。一旦寒くなったら寒くなったであげればいいけ。ちょっと暑か、汗かいてくるばい。やばすぎる、やばすぎる。104人、初の100超え。初めて100超えました、ファン数。お水木 FC という名のファン数が初の100人超えです。ありがとうございます、皆さん。104人。じゃあ水木の顔はちょうど丸いんで104。イエーイ。明日だよ、予選最終日。ありがとうレタスさん。104人祝いタワーですか、お祝いタワーかな。ありがとうレタスさん。104人の皆さんもありがとうございます。うれちうれちよ、びっくりでした。みなきなでみなのみなみろになって、もうほんと皆さんぜひ最終日まで応援よろしくお願いします。マジで嬉しい、マジで嬉しい。今日も相変わらず上唇にリップを塗るの忘れてた。ちょっと待ってね。上唇にリップ塗る、なんか塗り忘れちゃうんだよね毎回。赤じゃない方が良かったな、ピンクが良かったかも。あ、赤になっちゃった、赤になっちゃったけど、まあどうせどんどん薄くなっていくけいか。わい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 、おめでとうカニ、ありがとうカニ、カニカニ。あ、そうなの、一発退場。そういう時もありますよねそういう時もありますよ、きっと。そうなのか、今日頑張ってください。ありがとうございます、100キラ完了です。ありがとうせいなさん、100キラグッグ。めぐせん、めぐせん、めぐせん。そうでしょう、意外とないよね、なんかね、メイクへのこだわりよりも自分のアンポンタンの方が勝ってしまう。もうポンコツさんなんでね、いつも何か忘れてる、なんか違うな今日はとか言って誰もいなかったりして、何の話何の話、誰もいなかったりして、グッグー、学校ありがとう、ありがとう。リセット、明日多分リセットされるんですよね、また1からだよね。ああ、また1からか、リフティング配信見てみたい。リフティング配信ねしたらもうね、あれよ、壊れてしまうよ、そこの三脚三脚ごとぶっ飛ぶ可能性大やけど大丈夫。なんか昔は座ってリフティングみたいなのをやってたんですよ、何年も前ですけど、やってたというか、やったことはあるんですけど、すごくてもうボールが飛んできてうわー大変だったんで、もうリフティングはやらないやりたいけどね、リフティングは難しいんだもんね。どうかなこのアングル、変？了解かに16日からまたスタートですね、16。みんな覚えとってよ。もうね、めっちゃリングライトが壊れとってめっちゃ大変。そう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 、よしよいしょ、オッケー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 、このくらいがいいかな、目線は。もうマジでリングライト、これ
こぼれすぎ。16日からありがとうかに、ありがとうかに、にやかさまさまありがとうございます。こんばんは、チョリーさん。目の先で泣いてた記憶、え、そうだよ、もうほんとメソメソしてたんだから。あんま泣かない私がリフティングで泣くってどういうことですか。ほんとびっくり。サッカー部、そうサッカー部やった。小中サッカー部でした。小学校1年生から中学校3年生まで男子サッカーと女子サッカーと掛け持ちしてましたね。なんであんなサッカーしてたんだろう私っていうぐらい毎日サッカーをしてました。気づいたらしてました。あのインタビューとかさ、インタビューとかアンケートとかで本当いろいろ聞かれ、サッカーを始めたきっかけはとかいうアンケートマジで多いんだけど、まあ、まあちゃんと書いてるけど、え、本当になんかそういうきっかけを思い出せないぐらいなんかね、気づいたらサッカーしてたみたいな本当にそんなレベルですよ。だけどなんか難しいですよね、きっかけはとか言われると。きっかけは何だったんだろう、いろいろあると思うけど。好きにしてますかに、嬉しいかに、ありがとうございますあ、レモンちゃんこんばんは。え、すごっ、そんなのあるの、リフティング、そんなもあるんや。お手玉でめっちゃむずそうじゃない、テニスボールでやるみたいな感じか。そう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 、いろんなスポーツをねやった後にサッカーをして一番サッカーが楽しかったと思って入ったってのもあれば、ってのもあれば、近所のお兄ちゃんたちがサッカーをやってたっていうのも大きい大きいきっかけとか理由だし幼稚園の時の幼稚園の時の担任の先生が、クラスの担任の先生がビファーレ長崎のサポーターだったんですよ。結構熱狂的な熱心なサポーターだったから、あの昼休みは絶対その先生とサッカーをしてたんですよあの女の先生なんだけど、とずっとサッカーをしてたから、多分幼稚園の時からスポーツと言ったらサッカーしか知らなかったみたいな、もうあの英才教育を受けてたんです幼稚園の時にその先生からね、っていうのもあっただろうし、いろいろあるな。 お父さんがサッカーしてたっていうのもある。お母さんもお兄ちゃんもサッカーしてるし、いろいろあるんですね。多分いろいろあって、もうサッカーに行くのがもう必然的みたいな感じだったのかな。でサッカー部に入りました。理由は難しい子供の頃サッカーボールは家に置いてあったの、もうずっとありますよ。生まれてからずっとサッカーボールは家にあったな、お父さんがサッカーしてたから。で今もあるよ、車にも家にもある。そうだよ、今日も可愛いね、ありがとう。大丈夫です、そうですゆうかちゃん今日何してるかな、俺がサッカーしてたからじゃないの。あ、そう、それかもしれん。Bリーグね、あのBリーグ見に行きたくて、でもさ、なんかどこを応援しに行こうかなって、今ちょうど昨日かなBリーグ見てた、あのネットでどこの試合行こうかなって。行く行く、絶対今年行きたい。ほんとよ、森さん、尾上瑞希さんです。こんにちは、尾上瑞希さんですよ私が。こんばんは、こんばんはです。怖いかに、怖いね。ボールは友達よ、ボールは友達。まあ一緒に寝たりご飯食べたりはせんけどこんばんは、こんばんは皆さん。ボールは友達ですけど、ですけど、あの小学校低学年の時はボールが怖かった時もありましたね。ヘディングとか怖かったもん、小学1年生2年生の時は飛んでくる。
ボールをヘディングしろって言われて、怖いあんな高いボールってずっと思ってました。小2とかさ、怖くない？しかも小6のお兄ちゃんたち、だからもう体格もさ、もうほんと 1.5 倍ぐらいあるようなお兄ちゃんたちが蹴ったボールをヘディングするって怖くない？ X で半分切れてましたね。そうなんですか？全然見てないわ、それは。ミランと応援してるー、ヒロピーさんありがとうございます。切れてたの？なんで切れてた？トラップできるドッジボール平気だったりする？ドッジボールは全然怖くないよ、ドッジボールとかは。けどヘディングとかの方が怖かった、ちっちゃい時はね。でヘディングしてベンチから監督に、お前は神かって怒られたのを覚えてます。怖くて、なんかこうするじゃん普通ヘディングって、じゃなくてうわ怖っと思ってクッてやったの。うわっとってこう、うわってなって、こうフッてなったら、お前は神かって怒られました、ベンチから。今でも覚えてる。亀って言われちゃったと思って。だけどドッジボールめちゃくちゃ怖い。本当？ドッジボールってこう取るだけじゃん、ふわーぽーふっふっってって取るんだよ。他の女好きっていう人何なのと、他の女好きっていう人何なのとお怒りでした。誰に怒ってんの？ユーカリン、タヌキなのにね。タヌキなのに、タヌキ、私が何の話、ドジで呪う、あそういうことね。そう、神じゃなくて、そうだよ、タヌキなのにね。お前は亀かって言われました。今でも覚えてます。亀です、私が亀です。そうです、私がノルマさんの亀です。亀ですけど。あれだ、投げられないのキャッチできない、投げられたものキャッチできないのでしょ。アメフトってキャッチしちゃダメなの？タンタン、タヌキ、竜です。竜って何本手やろか。竜です。この人はボールに触っちゃいけないポジションがあるんです。え、じゃあ何するとその人たちは？ボール触らんで何ばするさ、何ばするとボール触らんで。ドラゴンポーズ、頑張れ、ありがとう。ボール触らんで何するのその人たち。ねえ、髪切ろうかな、もうちょっとここら辺までっていう気持ちにもなってくる。わ、これ中途半端に感じてきたな。体当たりできる。ああ、そういう、ラグビーにもそういうポジションあった気がする。ふげかわいいかに、ありがとうバイ。サッカーでできるとダメなんだよ。知ってるよ、キーパーはいいよ。ヤルプも優勝、どこどこ優勝決まってるねって。お、マジで全然海外見てないんだけど、見たい。突撃ね、突進する、突進して何するんだろう。こんばんは、なんかめっちゃ目が悪くて私。あ、これちょうど眼鏡あったわ。本当に目が悪くてですね、サングラス反射しちゃうでしょきっと。サングラスしないのかな、あ意外としてはするな。サングラスを買ったのね、この間たんだけど、サングラスはいいとしてこれ外れるんですよ、パカって。サングラスは外れるで、こっちが普通に銅入ってるメガネだからめちゃくちゃ、あー見える、よく見える、とってもよく見えます。なんだけど、まあ別にこれはなんかおしゃれで買ったわけじゃなくて、おしゃれで買ったわけじゃなくて普通にサングラスとして買いました。けど一番今度が合ってるのがこれだから、サングラスかけたいけどめっちゃ反射しちゃうからかけれない。かけれるかな、反射しちゃうよね、ほら
ほら反射しちゃうよね。反射しちゃうのかな。まっすぐしか反射しない。まっすぐだったらいいんだけど。くちゃ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 。サングラス反射しちゃうの。くれ買いました。おとろしくめちゃくちゃ見えるよく。なんか右目がね視力が落ちとって、あの右目だけ上げてもらいました。視力を、視力度数度を上げてもらったんで、どっちも今は 1.0 見えてます。 1.0 見えてます。すごい。いつもは 0.2 ぐらいしか見えてないよ。でも裸眼です。カラコンをつけてるけどね。カラコンをつけてるけど 0.23 しか見えてない。反射して見える私の部屋超今は散らかってるから、まあ見んといて見んといて。私の部屋超散らかってるよ今日は。今日ねめっちゃ眠たくてずっと寝ちゃってた。ずっと寝ちゃってました。明日ぐらいになったら、明日ぐらいになったらもう眠気がなくなってると思われる。すごいやんって。 C それはね2だね。で2だからちょっと視力落ちた印象って、いいな私。なんでいつの間にかこんな視力悪くなったんやろ。車の運転でもできるの。いけないのよ。だからいけないの私。 0.2 とか3しかないからいけなくて、あのだからメガネ持ってるんですよ。運転の時はもう必ずつけてます。本当はつけたくないんだけどね。めちゃくちゃそんな似合わないしメガネ。私顔丸いし。応援してる、ありがとうございます。お勉強しなかったせいですって。え嘘、私も勉強してないのに視力悪いですけど優勝ありがとう。カラコン目に良くないと思うよ普通に。だって普通に 悪いでしょ目に。だってずっ目の中に入れてるんだよ、うん、異物を。ちょっとハイライトでもつけとくか。いやーハイライト大好き。ハイライト、ハイライトマニア。あーかわいい。なんてかわいいのこのハイライト。つけすぎ、調子乗りすぎ。うんかわいい。どう光ってる。うん、カラコンはナイナノさんがモデルをしてる、なんやったっけ、モテカワなんちゃらみたいなやつですかね。ちょっと物が多いこの部屋本当にもう物が多い。お片付けせんとマジでやばいよ。物多すぎ。断捨離したんだけどなこの間。どんどんまた散らかってくる。こんばんは。チチークも足しとこうかね。今週のハイライトえ、かわいい、ありがとう、レタスさん。かわいい。あ、レタスさんの坊主の写真を撮るんだった、今日。ちょい待ち。じゃーん。え、ちょっとなんか、色が薄れてきてるから、書き足すわ。薄くなってるとこ。こんばんはです、皆さん。こんばんは。明日ちょっと、明日が一番の勝負なんで、明日、絶対に1位じゃなくてもいいんですよね明日は。別にね、まあ、1が一番嬉しいよそりゃ。だって一番かっこいいじゃん1位なんて。いいけど1位じゃなくてもう全然あれなので、皆さんそんなにあれ
お1位じゃなくなった、やばいやばいっていう感じじゃなくて全然大丈夫なんです。明日はそう夜勤か、来週の22日に1位を取れれば、取るために明日は1位じゃなくても明日22日に1位を取れるためにって感じ。意味分かった？ちょっとすいません、物が多くてボロボロ落っこちてる明日来れないから一発切り入れてる。あー、ちょっとお尻を出しなさいお尻切られると痛いでしょう。タイキックですかね。そういえばさ、私のさ右の足の小指のさ爪の3分の1下3分の1ぐらいからさ、あの割れた話してる。爪がさあるとするやん、これが爪とするやん、こんな長くないっちゃけど私の小指の爪は、これが爪やとするやんか、こう3分のこれが根元、私のこれがこう爪としたら、ここ3分の2ぐらい、ここからね、ぶつけてここから割れたの。しかもね、完全に割れて上が全部ないとか爪がなくなったとかじゃなくて、ここからここの半分のほんとここら辺まで割れてんのに、ここがつながってるので、ビリって破いたらなんか普通にここまだくっついてるから痛いじゃないですか。だからめちゃくちゃ今気まずい感じになってる。爪がサッカーしてたから爪割れることも、爪が剥げちゃうこともなんか取れちゃうこともしょっちゅう あったから、なんか そんなうわー爪なくなったうわーみたいなことはないんだけど、慣れてるっちゃ慣れてるんだけど、なんか中途半端になんか半分折れてるの。それでちょっとなんかいつペロって言ってもおかしくない状況なのがめっちゃ今嫌だ引っかかったりしたら取れそう。爪なんでぶつけちゃったんだろうな。あるよね、たまに小指ぶつけちゃうこと油断は禁物ですって。フォロワーが伸び数字だ、フォロワーが並び数字、え、そうなの？今何人なんですか？決勝は日曜日。好きなもの YouTube のアイコンにしたか、嬉しい。怒られちゃうよゆかりに、本当に大丈夫？ YouTube 参加、おお、やめとけやばいよそれ、難しかった。そっちが取れること、あったよ普通に、痛かったし。ん？天使アマツ？何？あるよあるよ。同じの使っとる？これめっちゃ便利だよね、ずっと使ってます。アラファイ止めてる人もいる？いないでしょいるの？はい、1、2、3、4だって。ありがとう皆さん、ワン、ツー、スリー、フォー、やったー、1、2、3、4、めちゃくちゃいいじゃん。オミ絶賛応援中、もう煽ってるじゃん煽ってるの？煽ってるでしょそれ完全に。そういえばこの間煽り運転ってあるじゃないですか、皆さん煽られたことありますか？初見さんこんにちは、森裕二さん、尾上瑞希です、長崎県出身です。今手筆デビュー2024オーディション参加中です、よかったら応援よろしくお願いします。で、私は煽られたことは実際一回もないんですよ。実はっていうか普通にないんですよ。あんまないじゃないですか煽り運転なんて。なのにこの間なんか煽られたわけじゃないんだけど、意地悪運転されたの。意地悪運転っていうか絶対意地悪だと思う、あれは。なんか普通になんかもうプーって鳴らしたろうかと思ったんですけど、なんかめっちゃうざかったのその運転。けどもうなんかもうめんどくさいし別に急いでもないからいっかと思ったんだけど、なんかこうスキヤだったっけ、何やったか忘れたけど、とりあえずなんか外に出ようとしたの、ご飯を食べた後に。そしたらこうあるやん、こうさ道路あるやん、で私は右に曲がりたかったの、右にね。それでここに道路を通って右に行くじゃん、2車線ね。そしたらさ、なんかさここさ道路さ何赤信号で止まってたんですよね。で私赤信号で、あ赤信号になったけん右行けるわと思ったらですよ、
もう私なんかめっちゃ空いてんのに、前めっちゃ空いてるの、すっごい空いてるのになぜかあの私が出る目の前に止まってあの動かないので、なんか後ろにもう一台車があったんですね、来たの途中で、だからやっと前行くわと思ったんですよ。なんか何田舎やけんそんな車も多くなくて、まあ、そんな田舎じゃないけど地元じゃないからわかる。なんかもう明らかになんか意地悪運転みたいな感じで、詰めればいいの、詰めればいいっていうか、ちょっと車間距離遠くないとかいうレベルじゃなくて、車が3台ぐらい入る3台ぐらい入るぐらいの、 あの距離で私の前でずっと止まってるので、右のウインカー出してんだからさ、私右行くんですけどみたいな、今赤信号だから行きたいんですけどって思ったんだけど、もう止まってるので、ビューって後ろから来て、あやっと前に行ってくれるわ、なんでこんなとこで止まってんだよこの人って思ってたの、変なおじさんが、なんで止まってんだよって思って、あの行くわと思ったら行かんの、ずっと止まって何してるんだこの人と思ってけどもう別に急いでないけいいかと思って、もう何もせんかったけど、何あれ意地悪運転ですか、それともちょっともうおかしいんですかおかしいですか、おかしいでしょ、あんな3台も4台もさ車が入りそうな距離を取って後ろもいるのに、あの距離の遠さは異常すぎて、帰って家族に言った、なんかさあ意地悪運転されたんよね今日って、そういうこともありますよね。煽り運転はされたことないんだけど、なんか意地悪運転にこの間あった、なんか理由あったんかな、なんか勘違いかな、いやそんなわけないよな、しかもさなんかさチラ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 って見てきてさ、なんか見てくるんじゃないよって言いたかった、唇見るんじゃないよって言いたかったんだけど、なんかこうやってチラチラチラって見てくるの、こうやってガン飛ばしてやろうかなと思ったんですけど、そうですよけどもうなんかもう気まずかったけどふんってした、そっぽ向いてた、目合わせたら怖いし、目合わせたら怖いし、こっち見てこんでほしいけんずっとそっぽ向いてた、いいもん全然急いでないし、こっち全然急いでないし別に時間追われてないけんのんびりいいもん全然とか言って一人で思ってたなんだあんな意地悪してくる、もう長崎にはいい人しかいないと思ってたのに、ん、ありがとうみ、何何こんばんは、ガン飛ばさんよ、中指立てないですよ、海ちゃんの顔ですやだあの人、ガンダムのサイズマリカで可愛いマリカね、めっちゃ高いんだから、マリカしたくてあのスイッチ買ったから、めっちゃ高いのよ、6000円ぐらいするのよマリカは、舐めてたわマリカのこと、いやマジであの運転は本当に許せないですよね、な誰ですかあんなことしてるの、小指立てるのは、まあ、小指はいいですよ、小指を立てるのはあの結構いい時じゃん、いい時じゃないかくって、せっせっせーのよいよいよいじゃないね、これだっけ、指切り玄米嘘ついたら針千本のます、あと40分だって、ちょっとこれレタスさんのさダメだよ、レタスさんゆかりん煽っちゃ煽っちゃいかんよ、私が怒られるっちゃけん、もうやめなさい、けど私の応援はちょっとしてもらいたいめちゃくちゃわがまま、応援はしてもらいたいけど怒られんようにね、ゆかりんに気をつけてよ、全然見てないけど、ユーカリのインスツイッター複雑な乙女心、トトロ可愛いお洋服でしょ、今日はトトロです、あと20分
了解。もう怒られたかに。じゃあ期間限定ですって言っとって、ちゃんと期間限定ですって。それか私が言っとこうか、私がちょっと謝罪の私から LINE しとくか。すいません、ちょっとすいません、ちょっとすごい今すごい応援していただいてますって言うか。それは眉毛、それは眉毛って何眉毛はこれ、これは眉毛、どれですか、どれが眉毛に見えましたか。これ眉毛、これしかないですよ、身の眉毛。変ですか、海ティー差し出しますか。あートトロのね、あこれね、これトトロの何やろ、これだよ、トトロの眉毛は。眉毛ないわ、トトロに。トトロに眉毛はありませんでした。隣のトトロ、トトロ、そう、なるほど、トトロ、トトロ、ちょっとね、髪がボサボサになるんで。ねえ、髪切っていい？ダメ？怒る？もうこれ以上切るなって感じですか？なんかさ、ここだけさ、パッツンにしたいんですよ。パッツンにしたいの、こうやってバサーって。ダメ？ダメなの？短くしよう、かわいいよ。え、マジでいい？ここだけさ、バッサリこうさ、長さはそんなもういっちゃけど、これでなんかこうもうパツンとボブにしてみたらいいんだけど、この感じじゃなくて。いろんな髪試してみたい。もうせっかく短くしたけん、今のうちに短いのも試してみようかなっていう感じです。それそこに当たるとか、え、そう、なんかかゆいし難しいんですよ、この長さが。ちょうどなんかキュン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 ってするのが。だからいっそのこともここバッサーって短くしてショート水着にしてみたいなっていう気もする。そんな許可取らんでも。山田聖也ちゃんみたいな髪にしたくて、ずっと言ってるけど山田聖也ちゃんみたいな髪して、キュンキュンボブ可愛いと思う。え、マジでしていい？じゃあ昨日のお礼のメッセージのスクショタイムをしたいと思います。昨日はねちょっと急ぎでやっちゃったんで、今日はいっぱい写真撮れるように。 3!2!1! はい、レタスカシャ、はい、レタスカシャ、はい、レタスカシャ、はい、レタスキャシャキャシャカ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 シャ。あー、どうですか、どうですか、取れてる？レタスさんちゃんと取ってよ。かわいいって、ありがとう。ほら上手でしょ。カニもいますし、レタスもいる。に私のサインもあります。日付も書いてます。バッチリ、よかった、ありがとう、レタスさん。にオッケー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 。上手でしょ。私結構レタス上手なんですよ初めて書いたけど初めて書いたけど結構上手に書けた。カニも可愛く書けたし、クマタワーをくださったのでクマもここにいるんです。変な動物って言った？どこが変な動物なんですか。そうそうそう、他もう一個の iPhone で
レタスって調べて書きました。そう、気づいてた、ここのクマちゃん音符とハートと星と、こっちにもいっぱい星が並んでるんです。で、レタスね。で、カニさん、こっちにもレタスいる。いえ、ニトリみたいだね。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お値段以上。レタス、明日から毎日キュウリ食べる。なんでやねん。レタスでしょ、うまい、ありがとうよっしゃー、ありがとう。これはね、もうせっかく書いたし、もうせっかく書いたし、取っときたいんだけど、インクがね、染み込んじゃって消えなくなっちゃうから、もうできるだけなる早で消さなくちゃいけないの。悲しい。だからいっぱいスクショ撮ってください、ボード書いた際にはすぐ消さないとさ、インクがもう消えなくて、う、困っちゃうんですよ。そう、消さないといけないの。あ、見ないで見たでしょ、私の。見たの、見たでしょ、私のヒートテック。ヒートテック見ないで。黒か誰、黒かって見たやん。じゃあ今日のスクショタイムは、スクショタイム取っとこうか。じゃあ今日はトトラなんで、今のボードは終わったんで、じゃーん、トトロ、トトロ、トトロ、ヒートテックなの、ありえ、そうそう、意味わかんないんですよ。自分でもそう思ってますよ。だってヒートテック着て、着ぐるみ着て、冷房つけてますからねどうなってるの私、どげんなトトよって思いますよ。私だってとっても思います。うん、ヒートテック着てます。ゆうさん応援してる、ありがとう、ありがとうございます。すごい初見さんいっぱい来てくださる。今日、今日っていうか本当にもうこの何日間かすっごくて、初見さん視聴者数もすごいし、昨日も本当に2000、3000人近くだった気がする。昨日もマジで多い、嬉しい、嬉しいです。フォロワーさんもすごい伸びてるし、嬉しい。もうちょっとで1000人、ファンなんかね、なんかプチファンみたいなのもあるんだけど、それも1000人ぐらい、確か応援者数みたいな1000人近くいた気がする。で、お水木不思議は104人、もう104人超えました。びっくり、104人もいるの、お水木不思議びっくりだよ、ありがとうございます。皆さん、地球温暖化に賛成の方、え、私今地球温暖化、そう、地球温暖化を進めてます。尾上がとっても引いてくとか来て、おかしいですもんイベントの力、ファンとファンのイベントを見て、上のイベントのイベントのファンとフォロワーのイベントで、え、私の力あるんか、あります、みんなが入りたくて入ってるわけじゃない。ねえ、なんでそんなこと言うのみんな入りたくて入ってるんでしょ。あ、お水木さんだ、お水木さん久しぶり見てみるかって言って入ってきてるんだよ、きっと。じゃないか、な、え、どうやって入ってきてるの、この初見の皆さんは。お水木ちゃん力あれも無理ですよ。え、そうなの、これ強制で入ってきてる、どうやって入ってくるの強制で。あ、あ、あれか、配信が、別の人の配信が終わって、終わった途端にお水木流れてきてんだ。じゃあ皆さんすいませんすいません、流れてきた皆さん、私ですいませんっていうのは嘘で、大当たりです大当たり、お水木に当たったなんてもう本当に運がいいですね星集めでたまた入りました。えー、自動飛び飛びサービス、自動飛び飛びサービスなんだ、知らんかった。みんな投げて FC に勝て。え、でもさ、そうだよ、
1000人近くその応援してくださってる人数がいるってことは、たまたま入ってきたけど星なりハートなりあと何分か視聴してくれたってことでしょ。ってことは好きじゃん好きじゃん。もうそれは違うか、違うね。それでもいいです。そうでしょ、終わったりだって画面が変わるの、いきなりこの配信に画面が、そうなんだ。なんか全然なんか最後まで見たことなかったけんさ、配信者さん終わる寸前の配信者さん見たことなかった。そうなの、やってみたい。私も辛そう、おもろい。それでも釣っていきましょうって。よっしゃ釣っていくぜみんなを釣れません、私は釣り師じゃないんで。釣り師は実家にいます。好きや、こんばんは。好きやん、好きやろ。そんな、こんばんは。釣り人いる、釣り人。私釣り人じゃないです、全然釣ってない。チョレイ、チョレイさんありがとう。今日雨降ってたんですか。ちょっと外行ってないけん天気わからんじゃけど。お水木巻き餌めっちゃ巻きそう。巻き餌はめっちゃ巻かんよ。何巻き餌って、巻き餌は巻かんばってん。あ、なんか明太子みたいな、なんかさあるやんか、あのミミズみたいなやつ、あれは詰める担当だよ。ういっういっ、どうぞーって言ってこんばんは、こんばんは。がんばれー、ありがとうございます。釣り人よ、そばにいて。えい、なにそばにいてほしいの、かわいい。 ACE さんこんにちは、尾上みずきです。あら、おのっちさん久しぶりじゃん。元気してた、調子いいですか、体調大丈夫ね。久しぶりじゃん、おのっちさん。めっちゃ久しぶりなんですけど、久しぶり、元気しとったね。なんか明太子みたいなさ、なんかさ、なんかあるやん、なんかあるやんか、あれなんて言うと。お兄ちゃんは釣れるならきっと釣れる。いや釣ったことないですよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん双子の相方は私のこと可愛いって一回も言ってくれたことないけど、毎回大好きなの私のこと大好きだから可愛いとは言われたことないけど、みーちゃんみたいになんか面白い人おらんとかいつも言ってくれるいつも褒めてくれます。なんかさ、私結構お調子者だからさ、おちょこちょいじゃなくて、なんかお調子者なんですよ、お家で。でも配信でもお調子者ですけど、ずっとお家でふざけてるから、なんかね褒めてくれる。それはでも可愛いとは一回も言われたことない、一回もないよ。強要はしてるけど、強要して、あ可愛い可愛い、これ可愛いって言わんと終わらんやろとか言われて可愛いって言ってもらうことはあるけど、ないですよ本当に。みーちゃん本当ごめんけど、俺みーちゃんの顔一度も可愛いと思ったことないってひどいね、ひどい、ひどすぎる。でもおみーちゃん大好きりゅうちゃん元気だよ、元気元気。レタさんかわいい、ありがとう、かわいい。りゅうちゃんかわいい、照れてないよ、本当に思ってないよ絶対。アリさんかわいい、ありがとう、かわいいね。あ、アリさんかわいい、もう一丁、めっちゃかわいいありがとうアリさん。あと甘ずきは、おかんはなんかこの間親戚中に言われました、似てるって。似てきたねお母さんにって言われて、やめてくださいって言いましたごめんごめんって言ってた。いや本当にやだ、お母さんに似てる似てるって言われるの。絶対お母さんより私の方が可愛いからで毎回言ってるお母さんとはまあいいライバルですよ。50歳とライバルっていうか、50歳で私と張ってるってことはまあなかなかやりますよお母さんも
いや、それはあるよね。私と晴れるだって20歳だよ。20代と晴れるおかんもなかなかすごいけど、まあ、私の方が可愛いです、お母さんより。負けたくないよね、おかんに。可愛い、ありがとう、レタスさん。可愛い、ありがとうございます。頑張れ、ありがとうございます。慣れすぎて、まあでも確かにさ、生まれた時からずっと見てるからさ、もう可愛いとかのそういうなんか他と比べてとかも分かんないよね。私も思ったことないしね。ちなみにリュウさんのことかっこいいなって。キーさん、ありがとう。ゆっくん、こんにちは、はじめまして、尾上です。コメントありがとう。すごいコメントずれてる、ありがとうございます。かっこいいとか言うわけないじゃん。言うわけないけど、なんかお洋服とか顔はもう本当にもうどう見てもかっこよくないんで、全然かっこいいと思わないんで。だけど本当になんか、あ、でもなんか友達とかさ、私の友達とかで、リュウ君かっこいいよねとかは、まあ、結構言われるの。だから、ね、マジでかっこ、どこがかっこいいの、あの顔のってめっちゃ心の中で思ってるけど、なんか外ではあんま言わないようにしてる。なんか全力で否定したらさ、話盛り上がらんやん。そう で, でも本当は全然私は双子やけどなんか思わんけど、そうかなって適当に流してる。でもマジで一回も思ったことない。おかんね、かわいいよね。内巻きかわいい、ありがとう。この間外巻きもしてみたらってお友達に言われたけど、外巻きもしてみようかな。内巻きばっかじゃなくて。お母さん泣いちゃう？どこが似てるとか。あんね、お母さんと似てるとこは頬の位置が高いところとかかな、とか。え、全然似てないよ、お母さんと。本当にでも声とか似てるかな。おかんかわいそう。え、やだ、お母さんだって。お母さんよりお父さんに似たい。お父さんの方がなんか、お父さんの方がなんか、お父さんも別にイケメンとは思わんけど、別にそんな、けどお父さんの方が整ってる。鼻高くて目は丸、あ、目はでもお父さんなのかな、丸くてすごい。カニ推し編、いい。でもおのちさんずっとママ好きファンじゃん。あ、もう57分。リュウさんモテないよ全然。腹巻きはしてます。親に似てるって言われると嫌だなと思っちゃう。そうだよ、いくらお母さんが可愛くても、なんかやっぱお父さんの匂いが嫌みたいなさ、遺伝子が強すぎてさ、なんか匂い嫌っていうみたいなこと言うじゃないですか。それと一緒ですよ。まあ、あまりにもなんかね、嫌なんよね。お母さんに似てる。でもめっちゃ言われる、似てる似てるって。頑張れ、ありがとうございます。おーちゃん、プーチン、そうだよ、うちのお父さんはプーチン大統領に似てて、似てるんです、プーチン大統領に、お顔が。だからオーチンかプーチンか分からなくなる、本当に。なんかオーチンの会社の後輩さんっていうの、なんか分からんけど、まあ同僚に、尾上さんプーチンに似てますよねって真面目な顔して言われたって言ってた。面白い。で、戦争どうにかしてくださいよって言われたって言ってた。おかしい、やっぱ私だけじゃなかったんだと思って。プーチンに似てるってやっぱ私だけじゃなかったみたい。世界一優しい。そう、優しいよ、うちのお家は。いや、そういうところだいぶ似てるんだと思う。だいぶ、そんな似てないけど、なんかパーツだけ見ると似てるかも、おうちん、プーチン。お、もう60分、やばいやばい。次は22時半からです。22時半、どうぞよろしくお願いします。じゃあランキング読みます。本日のランキング、ランクインの皆さんを発表したいと思います。第13位、ともさん、ありがとうございます。第12位、アイスカフェさん、ありがとうございます。第11位、ふみさん、ありがとうございます。第10位、つばささん、ありがとうございます。第9位、にわかさぽさん、ありがとうございます。第8位、662BPM さん、ありがとうございます。
第7位コシヒカリさんありがとうございます。第6位ジントさんありがとうございます。第5位うれしさんありがとうございます。第4位サタボーさんありがとうございます。第3位本命さんありがとうございます。第2位アリさんありがとうございます。そして第1位は、どうしよう、ちょっと待って、次の枠でももう一個書くね。今日の俺ジョーンレタスさん、俺メッセージ書きますね、次の枠でも。お待ちくださいまし。うんうんにありがとうレタスさん、本当に今日もくまちゃんとパフェとタワー3つ分ですか。もうすごすぎて頭がついていきません。この1週間お水木は遅れてくるかにって待ってるよ。じゃあ皆さん次は22時半です。もう60分切ってるらしいんで、は遅めにする。じゃあ始めるの待って、もう告知してるからな、22時半で。ゆうかさんの配信あるから絶対いてください、ゆうかさんの配信は本当に怒られちゃう、おみちゃんが。じゃあ皆さん、また次の配信でお会いしましょう。バイバーイバイバイ。了解くんにダメよ、あおっちゃん、ちょっとだけおみちゃんのとこ行ってくるねって言ってきてねじゃあ皆さん本日もありがとうございました。